プラットフォーム10日、市場駅は山梨県鶴市10日、市場にある富士急行富士急行線の駅である。駅番号は FJ09、短式ホーム一面一線を有する地上駅である。線路はほぼ東西に走りホームは線路の北側に設けられている。ホームの中ほどには待合所が設置されておりこの脇から駅へ出入りができる。駅前は急斜面の道路となっており、 下り切ると国道139号に出る。無人駅。自動券売機は設置されておらず乗車証明書を受け取ることができるが、当駅で切符を購入することはできない。2013年度の1日平均乗降人員は123人である。駅の鶴文科大学前方で線路は桂川を渡るがこの時下を覗き込むと、 青い流橋の渓谷美を一瞬眺めることができる。この景色は、ホームの鶴文科大学前方の端からも見ることができる。青い流橋は、当駅の付近から上流1 5トルほどのところまでの桂川に展開しており、その名は、徳富祖宝によって付けられたものである。駅から、西、桂川下流へ2 0 0ルほど行ったところの桂川には、田原の滝がある。 中条設理の発達した岩の上を数段になって、水が落ちており、この滝を読んだものとされる、松尾芭蕉の俳句が刻まれた石碑が、再起橋のたもとに建立されている。10日、市場駅前バス停から予約型乗り合いタクシー。すると、あずまかつらが利用できる。ありがとうございます。